バイオ医薬品、生物学的製剤、バイオロジクスと呼ばれるものは生物を用いて、製造、抽出、反合成などされた医薬品のことである。科学合成された医薬品と異なり、ワクチン、血液、またはその成分、アレルゲン、体細胞、遺伝子治療、組織、リコンビナントタンパク、および細胞治療における生細胞を含む。バイオ医薬品は、等、 タンパク、核酸、またはそれらの混合物を含む。これらは人、動物、または微生物といった生物から得られる。バイオ医薬品をめぐる用語については、その回分類について、組織、団体ごとに異なった名称が用いられている。規制当局によっては、バイオロジカルメディシナルプロダクツないし、セラピューティック・バイオロジカルプロダクトという用語は、タンパクや核酸といった、 高分子として製造された医薬品を血液やその成分、ワクチンといった生物から直接抽出された製品と区別するために用いられている。スペシャリティ医薬品と呼ばれる高価な薬品群を対象とする分類はしばしばバイオ医薬品を含む。例えば遺伝子、または細胞によるバイオ医薬品は研究の最前線であることが多く、代替療法のない疾病の処置に用いられる。 高精度によっては、バイオ医薬品は低分子薬や医療機器と異なる、規制下にある場合もある。結晶は、生物から直接採取されるバイオ医薬品の一例で、ある、最も古いバイオ医薬品の一部は、動物や人に由来するものである。重要な製品にはが含まれる。インスリンのように、かつて動物から採取されていた、バイオ医薬品の一部は今日では、 リコンビナント DNA を用いて生産されることが一般的になっている。バイオ医薬品という用語は講義には様々な生物学的医薬品に用いられるが多くの場合、より競技にリコンビナント DNA を含むバイオテクノロジーを利用して生産された医薬品を指す。一般名にが添えられるこれらの医薬品は通常以下の3種のいずれかに分類される。 生体自身のシグナルタンパクト同一の物質。例としては、血液酸性を促すエリスロポエチン、いわゆる成長ホルモン、インスリンなどが挙げられる。モノクローナル抗体。これらは、免疫系が微生物やウイルスに対処するために用いる、抗体に似ているが、ハイブリドーマなどの手法を用いて設計されたものであり、体内の任意の物質に対し対抗、ないし阻害することができる。 これらの例は過表に示されている。受要体複合物。通常、天然の受要体構造とイムのグロブリンを結合したものである。これらでは、受要体構造が特異性を発揮し、イムのグロブリン構造が安定性や、その他の薬理的特徴に寄与する。過表にも例が示されている。バイオシミラーは、類似バイオ医薬品、バイオ構造品とも呼ばれている。 2009年3月4日、バイオ後続品の承認申請についてが通知され、医薬品申請における新たな区分として、バイオ後続品が追加された。これにより、バイオシミラーは、新有効成分含有医薬品やジェネリック、医薬品とは区分して取り扱われることになった。同日、バイオ後続品の品質、安全性、有効性確保のための指針が発出され、 バイオ後続品の定義、対象範囲、及びバイオ後続品の品質、有効性、安全性確保に関する考え方などが示された。バイオシミラーの対象は、微生物やバイオ細胞を用いて生産され、高度に生成され、一連の適切な分析方法により特性解析ができる遺伝子、組み換えタンパク質、ポリペプチド及びそれらの誘導体並びに、それらを 構成成分とする医薬品。細胞培養技術を用いて生産される、低み化えタンパク質医薬品、あるいは組織及び体液から分離される、タンパク質やポリペプチドのような蒸気の範疇以外の医薬品であっても、高度に生成され、品質特性解析可能な医薬品には適用できる場合がある。バイオシミラーの対象外は、従来型ワクチンやヘパリンなどの多等類。 我が国において、審査経験、使用実績のない製品。バイオ構造品に対するバイオ構造品。バイオシミラーは、先行品のバイオ医薬品とアミノ酸配列は、先行品と同一だが、細胞株や、バイオ工程は製造業者により異なることから、当社や不純物の割合などが完全には一致しない、ものの厳格な品質試験、薬理試験、 毒性試験及び臨床試験によって医薬品としての同等性、同質性が検証されている。バイオ医薬品は高分子化合物で分子構造が複雑であることから、バイオシミラーでは同一性を示すことが困難なことが、ジェネリック医薬品と大きく異なる。ジェネリック医薬品では生物学的同等性が示されれば良いのに対し、 バイオシミラーは新薬に準ずる申請資料の提出が要求される。バイオシミラーでは免疫原性等に注意する必要があるため、製造販売後に安全性に関する調査を行う必要がある。ジェネリック医薬品の薬価は先発品の50%であるのに対し、バイオシミラーの薬価は先行バイオ医薬品の70%が基本となり、 臨床試験が必要なことから10%を上限とした上乗せが相談事項として認められている。バイオシミラーの一般的名称は先行バイオ医薬品の一般的名称の末尾に後続1を各弧書きで追加する。バイオシミラーの販売名は先行バイオ医薬品の一般的名称の末尾にバイオ後続品であることを示すために BS と記載し、在形、 顔料及び会社名を付すことが原則となる。うちは先発品の商品名2021年5月12日現在内は、先発品の商品名2021年1月4日現在。ありがとうございます。